トビアス・ラウは、西ドイツ・ニーダー・アザク選手ブラウンシュバイク出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。現役時代のポジションは、左サイドバック。三部であるレギオナルリーガに属する地元のアイン・トラハとブラウンシュバイクで、プロデビューを果たしたラウは、一期目から主軸として、公式戦50試合以上に出場した。その後、一部の VFL ボルフスブルクに引き抜かれ、 2001年8月18日の SC フライブルク戦で移籍後初出場を飾った。ボルフスブルクでの安定した活躍から、同リーグの強豪バイエルン・ミュンヘンに関心を寄せられた。その後、ドイツ代表でデビューし、バイエルンと契約するなどキャリアの絶頂期を迎えたかに思われたが、移籍決めに大体部の怪我とウイルス感染により、出場機会が大幅に限られた。 二期目は、開幕前に、ポジション争いをしていたビセンテ・リザラズが、オリンピックマルセイユへ去ったこともあり、失意に終わった昨季を払拭するように臨んだが、フェリックス・マガト監督は昨季まで、右サイドで起用されていたハサン・サリハミジッチを、左 SB に据え、さらに、2005年1月の遺跡市場で、リザラズが復帰したことでより一層厳しい立場となった。 また、リーグ終盤戦では太ももに深刻な負傷をしたことがさらに状況を悪化させてしまった。バイエルンでは、度重なる負傷の影響から、リーグ戦出場わずか13試合に終わった。2005年7月から、アルミニア・ビーレフェルトへ、所属先を変更したが、ここでも、負傷の影響により控えの日々を過ごし、2009年6月30日に、退団。 在籍4期で平均8試合だった。その後、2部や国外のクラブからオファーがあったものの、教職の道を歩むことを決意したラウは、学位を取得するために大学進学することを選択し、7月6日に27歳という若さで現役引退を表明した。引退後は、ビーレフェルト大学でスポーツ、教育、科学を学んでいる。 2012から13シーズンに地域リーグに属するアマチュアの TB ヌエンカーちゃんに在籍していることが確認された。U-20 代表としては2001年2月27日の U-20 ポルトガル戦で初出場し2日後の3月1日にマデーラ諸島での U-20 イタリア戦が最後の試合となった。2002年から活動した U-21 代表では2月12日にベルファストでの U-21 北アイルランド戦で初出場して以降で9試合に出場し4試合目となった5月15日のイストルでの U-21 日本戦で初得点を記録した2003年2月12日にパルマデマヨルカでのスペインとの親善試合で A 代表初出場を飾り同年のカナダ戦で 初得点を挙げた。9月10日に、ドルトムントでのスコットランド戦が、最後の試合となり、最終的に7試合得点を記録した。2005年9月6日に、トルコ A2 戦で、B チームに当たる、チーム2006初出場をした。ラウアウフダイプリビレッジアイネスプロフェス、カーン・インヒュバージヒテン、時間との競争に挑むラウラウ、インタビュー。 新シーズンをポジティブにスタート AB バイエルンのラウ、今季絶望に、レギュラーへの過酷な戦いラウ。フェルレストアルメニアビリフェルト、レアラースタートファスボールプロファイ、スプラングインスレロムト、エアストファスボールプロファイ。イエッツスチューデント、トビアスラウイストビーオースギューチャセルト、X、プロフェスイムアミターファスボール、トビアスラウ。ありがとうございます。